おーすごい、ハイエースで行けるんだ。まあでも今着いたところで不思議、飯食いたいですからね、さすがにちょっと覚えとこう。へー、そうなんですよね、新山口だったら今からあれで新山口本当行けるんだったらもう一気見やったかな。行くことないですよね、長友と山。悔いが残ってますからね。まあでもとりあえず腹ごしらえですね。いやこれ絶対あった、キッチンってなってんだからそれあるでしょ、食うところ。これで食うとこなかったら詐欺、詐欺豊かにしちゃいますよ。いやめっちゃ立派。まず腹ごしらえかな、先に腹ごしらえとか、ね、腹が減ってる時にね、土産物みたいについていっぱい買っちゃいますからね。よし、お寿司なんかもあるの、いいね。こっちは新潟丼、丼ぶり、海鮮丼。あいいね、海鮮丼、あ海鮮丼いいな。いや買ってきましたけど、いいですね。もうそこ船渡り、ここからその島の方にも行きたいとかするみたいですね。で買ってくるこれね、仙崎丼さんってところの仙崎丼っていう丼らしいです。あとでお風呂これ入れとこう。ガツと揚げ物も買いまして、海鮮丼もやっぱ地元のやつやったらうまかったですね。で、観光船走ってるんですね。見とったら結構いい時間やな。お待ちくださいませ。ぐだっ、乗船客待ちをして、あれ取ったけど、あれも2200円で購入しできる。なるほどね。へえ。あ、ぐるっと青海島を回れるコースみたいですけど、今日はダメかと。今から境港行かないといけないもんな。面白いですね。まあこういう しっかりしたスポットもあるし、でフードコートがあるみたいですけど、向こうでも、お寿司屋さんとか入っとったりするんでいいですね。下からで書いてあると環境保安部って書いて、海上保安庁か。で、またここはゆっくり行きたいですね。いいですね。で、土産物もがっつり買ったんで、これをまとめてね、
郵便局で送りつけたいところですけど、ここおもちゃ美術館って言って、なんかこうお子さんがいっぱい入ってくるなと思ったら、おもちゃがいろいろと着ぐるみのバスタクスもいっぱいあるみたいですね。お子様連れでも楽しめそうですね。実際お子様連れが非常に多いですね。さあで、あ、バスが来たけど、長門駅前の方行くのかな。あ、長門駅前ってなったです。これ長門駅の方って行きます？ちょっとね、15分ぐらいかかります。あ、全然大丈夫ですよ。はい。170円。あ、前払い。